はい、本日のカトナで最後のモチーフをこの11色で作っていきます。この箱もこれで空っぽになります。なかなか感慨深いものがございます。なんとか全色使い切ることができますね、これで。ではどうなるかお楽しみに。挨拶を忘れておりました。編む人もそうでない人もようこそ、編むりこです。ではカトナなんですけれども、まあ、今日の分とりあえず色分けしてみたんですよ。今日はこっちを喋りながらやってみようかなと思います。そう、色分け落ち着こう。そう、色分けをしたんです。でピンクっぽいのがこの3色で、緑で青とグレー系が3色残ってたんですね。何色からやろうかなと、まあ、いつも多色になるとこうやって並べてみて考えてるんですよ。どういう並びがいいかなとパーッと思いつく時もあるんですけど、いまいち思いつかないんですよね。まあ、なんとなくこれ色差があるからこの順番が良さそうだなみたいなので、一応3色の並べてあります。灰色はせっかくなんでグラデーションで並べたいかなと思います。なのでどうしようかな、灰色スタートにしようかなと。これも少ないんですよね、2色しかないから。どうしようかなと思いつつ、まああんまり考えてもしょうがないので時間ばっかり経ってしまうのでね、グレーから行きたいと思います。白い方、白い方もここでまた悩み出すんですよ。どのグレーから行こうみたいな、一応並びがこうなってるからこう行くかこう行くかだけなんですけどね。だからこっちかこっちを、なんとなく先日のモチーフとかは白っぽい方で始めてるので、その流れで白っぽい方から行こうかなと思います。はい、グレーゾーンが終わりました。真ん中からじわじわ濃くなるやつですね。で次何色にしようかなと、何がいいですかね。まあ、何で終わるかも重要なんですけど、どうしましょうかね。最後ラスト、なんか縁が青が多いから青を最初に使ってしまおうかなと思います。はい、ブルー系が終わりました。あとはグリーン系とピンクオレンジ系をやっていきますが、どっちが、どっちからやろうかねっていうのが緑で、まあ、交互に行くって手もあるんですよね。混ぜながら行くか、こっちやってこっちやってみたいな感じでいくか、どうなるでしょうか。お楽しみに。はい、編み上がりました。最後のモチーフになります。とではまず色番の紹介からでいいかな。グレー組、一番白いグレーが172番。次にのグレーが74番。一番濃いグレーが、501番。ベース真ん中ら辺ですね。で次がブルーですね。251番。
その外側の濃いブルーが124番、次がこれか。結局これ交互にしましたね、このピンクと緑のグループは。一番ここ内側のが502番で、次のもうちょっと明るいオレンジピンク、サーモンピンクが524番で、一番はっきりとしたピンクが114番で、緑組です。このあたりからですね、この四角を角に作るあたりからグリーンを使っております。でライム色が245番で、緑が389番、一番黒い寄りの緑が391番です。以上です。だいぶこう、なんというか、この外側はクリスマスカラーっぽくなりましたね。赤と緑で周りが賑やか、とても賑やかで、真ん中はモノトーン系で落ち着いてるという面白いモチーフができたと思います。でモチーフはこれで最後になりまして、で予定といたしましては、明日シークレットで編んでいたものを発表して、それをつなげてこんな感じのカバンになりますということでやりたいとは思っております。ちょっと持ち手編んだり、モチーフくっつけたり、並びをどうするかとかね、その辺もやりたいんですよ。だ全部収まるかどうかがちょっとわからないんですね、まだ未定でございます。そのような予定で参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日のモチーフいいねって思ったら高評価してもらうと励みになりますので、よろしくお願いいたします。では次のコーナーへどうぞ。本日のお茶でございます。カモミール、甘い香りでまろやかな味わいの世界中で飲まれる代表的なハーブティーです。はい、今日のおやつめくっていきまーす。23日です。いよいよです。残り日数がほんと少ない。明日でこのカレンダーは終わりです。チョコレートですね。かわいいクリスマスパッケージの、多分、サワタカジャのなみなみとした模様の出せないチョコレート。ベル模様とこれは星っていいのかな？で、今日はこちらをいただきまーす。はい、ティータイムでございます。あと2日ですね。今日はカモミールハーブティーです。で、おやつはチョコレート。もはや多分おなじみになったなみなみ模様のチョコレートです。いただきます。いや、その前にお茶を一口。うん、カモミールですね。皆様大丈夫ですよ。私のこのポンコツなティータイムもあと2日でございますので、ご安心ください。で、チョコいただきまーす。大変落ち着きますね。チョコの甘さでふーっとするのと、カモミールティーでふーっとするので、二重ふーでございますね。リラックスするには最適でございます。ごちそうさまでした。では、棒針タイムに入りますね。
もう終わりの時間です。ちょっと画面に入りきってないのですが、現在この四角が 6.5×6.5 ぐらいの四角がですね、あ、5個並んでいる状態ですね。まだまだというところですね。まあ、これ結構おまけなのでいいんですけど、うん、ちょっとクリスマスまで完成は厳しそうですね。一応もりもり編んでたんですけれども、なかなか進んだり進まなかったりでございます。そして、もう一つのステンドグラスマフラーですね。結構進みまして、もうあとワンセクションで終わり、本体は編み終わるんですよ。なんでこちらは終わるかもしれないですね。まあ一応また25日にお披露目する予定です。のでよろしくお願いいたします。まあ、今日はその進捗の報告だけでいいかなと思います。ちょっとなんか動画が時間がどんどん伸びちゃってるので短くいこうと思いましてね。取り急ぎ進捗だけ報告させていただきました。では今日はこれで失礼させていただきます。いよいよ明日で終わりですね。ではまた明日もよろしくお願いいたします。